皆さんこんばんは。いい時間帯ですね。原博美です。Jリーグ TV 始まります。皆さんこんばんは。原さんこんばんは。こんばんは。生配信の前はバタバタですね、いつも。バタバタ？バタバタだな、楽器がな。はい。まあ、だからこれ理事会後会見を期待してる人がいるのかっていう、そこにいつもちょっと疑問はあるけど。はい。皆さんこんばんは。期待している方いれば、期待してますとコメントいただけるとありがたいです。でも毎回1万人、1万回以上視聴回数いってますので、うん、アーカイブも含めて。あ、そう。まあ、タイムリーにね、はい、できるだけ皆さんに伝えられることは伝えて、共有していくっていうのは大事なことだと思うんでね。超期待してますっていうコメントいただきましたよ。聞きたいです。ありがとうございます。それ楽器が大事じゃないですよ、今。あ、期待してますよ。ありがとうございます、皆さん。はい。あ、そっか。まあ、でも、タイムリーにね、マスコミ通じてっていうのもあるけど、うん、まあ、まずここでね、伝えられることは、伝えたいと思います。なので、今日もね、理事会で話し合ったこととか、決定されたこととか、うん、今後のこととかを、タイムリーに生配信でお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ああ、よろしくお願いします。今日も第4回ですね。2021年度第4回の J リーグ理事会が開催されましたが、まず、理事会で決まったこととしてお話ししますね、一つ。まず最初は、うん、こちらで、新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの改訂版を今日公開しました。ということです、ね。そうだね。一つは。で、うん。この前のあれでしょ、はい、オンサイトを導入して、はいはいはい、それでコロナ対策の感染症ガイドラインっていうのを作ってるんだけど、はい、この前急遽こう、それを作ったんだけど、実際この、あれからやってみてさ、はい、改定しなきゃいけない細かいところなんだけど、そこをこう、ちょっと了承してもらったっていうのがあったかな。うんうんうんはい、例えば、オンサイトの場合さ、ほら、前も言ったけど、試合の後に感染者が出たら、当然もう、オンサイトの検査、試合前、3.5 時間前までにやるっていうのが決まってたんだけど、はいはい、あとはこう、ここに細かいこと言うとさ、試合会場への移動日からキックオフ 3.5 時間前までの間に、37.5 度の熱が出たりとか、なんかそういうのがあったんだけど、それをちょっと分かりにくいから、ホームとアウェーでちょっと変わっちゃったりするんで、試合前日から、試合開始 3.5 時間前までとか、そういう細かいところをこうちょっと修正して、はい、それを説明して、了承してもらったっていうことなんだけど、はい、前も言ったように、オンサイトの検査だけでは、例えば陽性になったとしても、うんそこだけじゃなくて、その後ちゃんと PCR 検査を試合後にはやって、でそれで正式に医者の判断も受けて、保健所でコロナ陽性ですって なってからしか発表できないんだよ。だからオンサイトで、じゃあ陽性みたいに出て、じゃあ陽性ですっていうのはできないから、そういうとこも細かいとこなんだけど、みんなこう、すり合わせをして、改正したところは改正したっていう、あとは緊急事態宣言も、去年だよね、去年あって、今年もあったけど、ね、去年の最初の時とさ、はい、また事情もいろいろ変わってて、例えば横断幕のこととか、一切ダメって言ってたのを、今度どうするとかっていうのは、クラブが管理してるやつだったらどうとかさ、すごい細かいところの改正をしたっていうのが、今回の変更。やんなきゃいけないんだよ、細かいんだけど、一応、それは理事会またなってるんで。なるほど、理事会で最終承認を得ることとして。はい。そうだね。なので今日発表したということですね。うん。うん、そうだね。で、うん、まあもちろん実行委員会でもね、当然やってるんだけど、はい、それも踏まえて、もう一度細かく、最終的には理事会で承認してもらうっていうことになってる。で、細かいことは、J リーグ公式サイト、jliegu.jp に今載せていますので、はい、ご覧いただきたいと思います。ね、はい。はい。ニュースっていうところから見れるようになっていますので、ご覧ください。それ説明しちゃうと、まあ、多分15分、ね、20分かかっちゃうね。ずっと話しちゃうんです。言っていくと。はい、まあ、なんで、そこはまあ、そういう理解で、見てもらえればいいと思います。はい、で、はい、続いて二つ目ですけども、2021シーズンの J1 クラブホームグロム選手人数が先ほど報告されました。
これは2019シーズンより導入しているホームグローン制度について、2021シーズンの J1 クラブのホームグローン選手が、さっき記載されていましたけども、今視聴者の方にお見せすると、今視聴者の方見ていますが、このような人数となりました。俺見えないよ。原さん、お手元ので見ていただけますか。はい。外国籍の緩和をしたときにね、はい、もちろんその外国籍の緩和で競争が激しくするっていうのは、リーグのレベルを上げる、競技レベルを上げることは必要だし、うん、一方で、今 J リーグってプロジェクト DNA っていうので、本当に世界に入っていくためには育成、うん、育成を頑張ろうっていうことで、その中で、自クラブで当然いい選手をこう育てていこうということで、J1 は2019年からか、そうですね、登録するときに4人はそのホームグローンって言って、まあ、18歳までに3年間所属するみたいなのがあって、うん、それを4人以上っていうので、まあ、今年の J1 クラブのホームグローン選手は何人ですっていうのが発表されたっていうことだよな、登録が終わったし。これを見ると、一番多いのが FC 東京、うん、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島の13人ですね。うん、いや13人か。続いて柏レイソルの11人と、うん、いうことなんですね。まあ、西登録選手なんか、西登録ね、西の選手でも登録できるんで、っていうのもあるよね。で、まあ、最低4人は入れましょうっていうことで、うんうんうん、まあ、J1 だけなんだよ、今年までは。うんうんうん、で、来年から J2、はい、J3 も、導入するのね。はい、で、特に J2、J3 ってやっぱりこう、J1 のクラブよりはこう、育成に、かける時間とかさ、スタートしたのもちょっと遅かったクラブも多いので、うん、来年からは1かな。J2 も J3 も1。1はい、で、その23年は、J1 は4だけど、J2、J3 は2。うんうん、ってしてると思う。原さん、4ということは大分3なんですよね。大分3人って書いてあるんですけど、 3人ということはないんじゃない？3人で登録、西登録もしてる人もいるんじゃないかな。西登録で、そういうことなのか、うん、確かにこれ今視聴者の方のコメントを見ると、うん、FC 東京とかガンバとか広島意外だなっていうコメントが、だから多分今年はさ、コロナがどうなるか分かんなくて、はい、言ったように、試合成立するためには13人っていうのがあるじゃない。はいはいはい、でそれで、どこのクラブも2種登録選手って2種なんだけど、トップ登録か、みたいな、2種トップ登録みたいのがあって、はい、ちゃんとメディカルチェックとかもやんなきゃいけないんだけど、うんうん、それをやって登録しとくと、そのアカデミー出身で長く3年以上やってれば、ホームグローン選手になるんで、なるほど、これもあるんじゃないかな。うん、大分 3？ 大分3って書いてあるんですけど。おかしいな。それちょっと調べ、もう一回調べるか。うん、調べてまた報告しますよ。じゃあ原さんに戻しますね、映像を。はい。うん、続きまして、続いての話いきます。はい。先週末ですね、4月24日と25日に緊急事態宣言が発出された、対象地域の試合をリモートマッチにするということが決定いたしました。うん、で、4月25日から5月11日の期間で開催される試合が対象ということなんですけども、こちらについてお話しいただきたいと思います。はい、これは急な決定で結構困っている方も多いと思うんですけども、我々含めて。いや、もうこれは本当に皆さんにも迷惑かけてね、サポーターの皆さん、うん、特に楽しみにした試合に行けないとか、リモートマッチになっちゃうわけだから、うん、申し訳ないっていうのは本当にまず一番最初にあるよね。うん、だけれど、我々サッカー界だけではなくて、このコロナの状況、世の中の状況の中で、まあ、政府というか国がさ、今はまずはこう人の動きを止めるっていう、うん、そういう決断をして、まあ、簡単じゃない決断だと思うんで、
ここに対して、まあ、もちろん言いたいことっていうかさ、あの我々これだけ対策をしてきて、あの選手、スタッフもすごいこうケアもしてるし、あのそれこそそのためにオンサイト検査とか導入して、はい、お客さんを入れてやる。で、去年もそうだったけど、やっぱりリモートマッチじゃなくて、できればお客さん入れたいよねっていうんで、そのためにすごいこう、そうですね、あの準備もしてきたし、はい、あのまあ、投資というか、そのサーモグラフィーもそうだし、検査もやってきたわけだから、あのやらしてって言いたいよ、うん、それは。お客さん入れてね。で、例えば、あのスタジアムではさ、あのクラスター発生してないし、あの例えばこの前、名古屋だっけ、2万人ぐらい入れてさ、そうでしたね、はい、実証検査もしても、その CO2 濃度を測ってどうだとかっていうのも全部やってきて、そういうデータも全部出して、だからやりたいんだけど、やっぱもうそのレベルじゃないところの要請でさ、はい、まずこう人流を止めたいとか、やっぱり家ステイホームっていう中で、やっぱり最低限、なんだろう、こう、これを続けていくっていうことも必要だし、うんうんうん、あの、急だったんだよね。何しろ、ほら、23日でしょ？ 23 日に夜だよな、あれ出て、で、25からって言われて、はいはい、いや、そのタイミングで、じゃあ、例えば、代替日程を探して、うんうんうん、そこから代替日程を入れていくだの、うんうんうん、あるいはもう一回その、まあ、本当にその場所がダメだったら、ホームとアウェイこう入れ替えんだったら、こうできるとかっていう調整を、それは1日ではできないよね、1日では。で、まあ、皆さんも分かってるように、じゃあ、これが緊急事態宣言が5月の11日で終わって、はい、その後は大丈夫だって分かってんだったら、はいはいはい、そういう準備とか、じゃあこっちだよねってやれんだけど、はい、それが、例えば今はその 4都府県か、だけど、それがまた増えちゃうかもわかんないじゃん。いろんなことを考えると間に合わなかった。だからできればクラブのためとかサポーターのために、あの、代替日程とか、こう入れ替えたりとかってしたかったけど、もうそれをできる時間がなくて。で、それを止めちゃうと、今度はリーグが今度滞っちゃうふうにはしたくないから、まあクラブとも前から話してあって、もう本当にどうしようもなかったら、あの、リモートマッチでもやっぱ続けていくっていう、うんうん、あの、そこは同意をしてたんで、まあ、苦渋の決断だよね。うん、やっぱり、別日でお客さん入れてやるとか、っていうことも。いや、それはもうクラブだってそうしたかったよ。で、ゴールデンウィークって結構いいカードが当然入ってるし、で、それをしたかったのは事実。はいはい、だけれど、それがやっぱり、あの、ね、国からの要請っていうか、政府からの要請もあって、うん、やっぱそれに従わざるを得ないっていうのが、うんうんうん、あの従わざるを得ないっていうか、やっぱり国民の健康を守るっていうさ、Jリーグの理念もあって、でその苦渋の決断だよね、うんうんうん。だからそこにやっぱ協力しないといけないっていうのもあって、うんうん、でもリーグ戦を止めちゃいけないっていう一方でそれもあるんで、やっぱスポーツをやっぱ続けていくっていう、今そういう意見も出てるじゃない、はい、やっぱ続けていくことも大事で、やめちゃうことだけじゃなくて、で、しかも我々これだけの検査も対策もしてるから、お客さん入れてやりたいけど、入れないとしても試合はやらせてもらうっていう、うん、そういう決断になったっていう、まあ、苦渋の決断だな。視聴者からのコメントでも、ゴールデンウィークいいカードあるのにね、とか、予定立てて、チケットも取っていけないのは悲しいですね、とか、いろいろ。いや、もうそれはもう本当に申し訳ないよ。うん、その申し訳ない気持ちでいっぱい。でもそれはクラブも同じだし、うん、でも、だからって、いや、俺らやってんだって言って、やるよっていうふうに、やっぱりそれは、例えばスタジアムを所有してるのはさ、自治体じゃない？地方の。そういう実態の町の人がやっぱり今はこうしてほしいって言ったり、そういう決断をしてるのに、そうするとやっぱクラブにも迷惑かかっちゃうんだよ。またリーグはやるぞってもし言ったとしても、やっぱり普段の関係とかさ、やっぱりいろんなものがあるから、だからまあこういう決断せざるを得なかったっていうことは理解していただいて、その例えば我々としてやれるのは、そのチケット返金した手数料とかさ、クラブにやっぱ負担にならないとか、皆さんにもちゃんとお金を返すのは返したりとかさ、そういうことは多分国にも、だってもう売っちゃったやつをさ、はい、もう一回払い戻しするためのその、まあ、人件費とかさ、手数料とか、そういうのぐらいは請求しなきゃいけないだろうね、うん、国とかには。ね、でもそれがもし国ができないとしても、リーグがちゃんとそれは、行かないといけないと思う。そうなんですね。我々がね、
それはちゃんと補填はリーグがするっていうふうにしてあげないと、クラブはただでさえその収入が入らなくなってるのに、それもクラブでやってるのはできないから、それはちゃんとリーグがやるべきっていうふうになってる。今、名古屋対川崎の2連戦は一番盛り上がるのにねって、ちょうどね、29日からありますもんね。そうでしょ。そうだね。まあ、それもいろんな意見あってさ、はい、なんでそれが入ってんのってあるけど、ACL チームの推しだから、そうですね。もう、ACL がやっぱり6月かな、そこからあったりして、いろんなこと考えると、2月とかないんだよね、うん、そこしか。なかった。だからたまたまそういうカードがそこに前後して入っちゃったっていうことなんだよな。はい、ありがとうございます。今日お話しするのは大体このような感じですね、原さん。はい、そうだな。エンディングですかね。まあ、そんな感じなんだけど、はい、今日、その理事会の中で、検討事項みたいんで議論したんだけど、はい、さっき言ったように、そのコロナの対策のガイドラインみたいな、うん、そういう細かい、ああいう規約とか、うん、まあ、あれはガイドラインか、そういうのも全部、やっぱり理事会で決めるっていうふうに最後はなってんだ、今のままの、うん、決裁権限みたいなところで言うとね。だけど、やっぱりそれって、まあ、本当は理事会って、今、例えば、社会理事でさ、はい、為末見たりとかさ、藤沢久美さんみたいな、このいろんな藤沢レッスさんとかさ、立石さんとかもシントトロイで、ね、海外の人もいるし、まあ、富山さんとかはイングランドかな、そんで畑さんはシンガポールとかさ、うん、いろんなところにいろんな人がいて、やっぱり外から見た J リーグってもっとこうしてほしいだの、うん、あるいはそのコロナ対策にしてももっとこう考えるべきじゃないかとか、うん、その基本の原点とかさ、その判断軸はこういうところに置くべきじゃないかとか、俺らとか実行委員の方ってさ、当然もう目先の試合どうするとかさ、そういうことに追われちゃうじゃない、はい、でもっとこう大きな視野からさ、もっと理事会、Jリーグを、日本のスポーツを、やっぱ Jリーグはリーダーシップ取って、もうこういうふうに考えたらどうだとか、さっきのホームグローンにしたって、もっとこういうふうに考えるべきじゃないかとか、あるいはフットボールピラミッド、今 J1、J2、J3 ってこういう風になってるけど、こういう風にやっぱり考えたらどうだみたいな議論をもっと増やしたいねっていう話をまさに今日してたんだよ。でそれでどうしてもその理事会もそのじゃあ規約を変えるっていうと理事会マターだったりさ、あるいはそのなんだ定款も変えるとか何かを変えるって理事会で全部決めなきゃいけないって今は縛りになってるのを、やっぱそれをできるだけ、それは実行委員会とか、まあチェアマンとか、まあ俺みたいに業務執行理事である程度もうそれ理事会、実行委員会で決めたりしたらそこでもうやれる、スピーディーに。で、担当報告は理事会にするけど、理事会っていうのはまたさらに大きな議論とかさ、そんだけの人から見て、J リーグもっとこれじゃないかって、ここにやっぱり踏み込んでやるべきじゃないかとか、お客さんとか、集客は今できない中でさ、どうやってもっと注目を引きつけるために、こういうアイデアはどうだみたいな議論を、もっとする時間を取りたいねっていう話をして、そういうのはしてた、今日。もっと議論の場にすると、うん、どうしてもね、やっぱり国会じゃないけど決めなきゃいけないから、そうですよね、でどうしても時間も長くなって、さっきのガイドラインでも説明すればやっぱり15分以上やっぱかかるわけだよ。確かに、ね、それでそれをこうやってると本当に2時間で終えようと思ってもなかなかこうそういう議論の場が少なくなっちゃうから、そのバランスをやっぱり変えていくべきだっていう話をして、今日もそういう話をしてたかな、いろいろね。大変な時だから余計このなんか目先に追われるのはわかるけど、もっと将来の J リーグとか、あるいはその日本のスポーツをもっとどうしていくべきだとか、それで J リーグが担うべき役割はこうじゃないかとか、まあパナソニックのなんだ、役員やってる馬場さんみたいな人もさ、アメリカにいてさ、そういう視点から、例えば向こうのメジャーリーグ、サッカー、野球とかさ、バスケットはどういう視点でこうだとか、やっぱそういう話をもっとしてんだよ、本当は。だけど、どうしてもこう追われちゃうんで、だけど、その割合を増やそうっていう今、方向になってきて、今日はそういう話結構してたな。なるほど、そういうことを理事会で話されてるわけですね、今。そうだね。なかなか聞けないですね、そういうのが。そんな話はね。
そうだな。今 日言ってた今このと言っちゃっ話てはよかったなかなな、かこれ聞けな。ないけど、わかんないんだけど。でもそういうことでこれからより良くしていこうということですもんね。まあでも、そのリーグ自うん。体もそうじゃない。ガうん。ッキーだってさ、いろんなこう企画やったりやってるけど、どうしてそうもなん追わですれよてね。さ、もう見つけてはい。追われちゃうんだけど、まあでも違った視野からさ、違う意見をこう言ってくれる人たちに本質つかれるようなとことかうさ、ああ、んそういう見方もあるよねとか、あ、そういうことねって、例えば、本当に今回さ、多分これ言っていいのかどうかえ、わかんはないい。けどさ、ちょっと怖いな。なん、野球のさ、斉藤コミッショナー、結構さ、今回の件に対してさ、まあ、言ってるよね。おかしいっていうのも言ってるじゃん。で、我々っていうか、村井さんはさ、我々の力不足で、やっぱりファンサポーターに申し訳ないっていうコメント、でも思いはやっぱ一緒なんだけど、でもそれが、まあ、例えば、そういう外のさ、海外の人とかさ、あるいはその違うスポーツの人から見たらどういうふうに見えてるとかさ、そういう話をやっぱりするべきで、本当は。だってそれだけの人がいっぱい集めてるわけだから、だからそれを、まあもちろんその決めることは決めなきゃなんないし、承認してもらわなきゃいけないし、だけど、そういった、そういう場にしたいねっていう話を今日はしてたんだよね。まあそういう、もちろんこう、ちゃんとこなさなきゃいけないそうからですな。ね俺らも。やっぱシーズンをちゃんとやっていかなきゃいけないし、例えばガンバがこうなったっていう報告もしなきゃいけないし、福島も今大変なんだみたいな報告もしなきゃなんないんだけど、だけど、やっぱりこういう方向でいいのか、あるいはやっぱ一歩立ち止まって、もっとこういうふうに考えるべきじゃないかみたいな議論を、いろいろやっていくようにしようっていう話を今日はしてたな、結構な。今570人ぐらいの方が見てくださっています。はい。そっか。じゃあ、今日は以上で終わりでよろしいでしょうか。そうだな。それでよろよしいろでししいんょうじゃないか。の？はい。今日もなんかいもうろいろやっ600てた人ですね。けど、はい。まあでも理事会ってやっぱりそんはい。な感じで、どうしてもただ承認するだけじゃなくていろんなことを議論していきたいっていう方向だし、まあ皆さんの方もさ、こんなこと考えてほしいよねっていうのがあれば 言ってもらっそうですて。ね。コメント。報告が多くならないように、報告あとか、情報にー。はい。関してはさ、我々も早めに実行委員会とか理事会は1週間前、少なくとも1週間前ぐらいに、もうこういうことを話すとかっていうのは、なるべく早く出して、議論する場にしたいねっていうふうにだいぶ変えてきてるんだけど、まだまだ改善しなくちゃいけないとこあるなっていうのが正直なとこだし、世の中の動きそうがです早くてね。な、今な。まあ、もうどうなっても対応できるようにしなきゃいけないっていう部分と、将来もっとどうするっていう両方の軸があるから、そこがまあ難しいとこだな、今はな。いつもありがとうございましたというコメントをたくさんいただいております。ああ、そういう人が一人でもいれはばい。続けるか。息抜きにスーパーリーグの話しましょうっていう方もいるんですけど、それは今度ですかね。ああ、それも、まあやっぱもう、まあそれもやっぱヨーロッパでかなり揉はめい。てるよすね。ごいニュースになりましたね。やっぱり国内リーグ、まあもちろんビッグクラブがさ、ビッグクラブでこうやりたいっていう思惑もわかんなくはないけど、まず原点としては国内リーグがあって、そこにやっぱりチャンピオンズリーグとか、そういうじゃあスーパーリーグがあったとしても、国内リーグをやっぱり軽視しちゃいけないと思う、やっぱりね。そこが全ての原点だし、やっぱお金がすごくあるクラブだけじゃなくてさ、じゃこの前もそうだけど、ああいう、今で言えばさ、鳥栖みたいにさ、まあ、経営的にはいろいろ大変だけど、ああいうアカデミーしっかりやって、今こう、若い選手が出てきてる、ビッグクラブもいれば、そういう育成方もいるみたいな、そういうのがまず国内リーグはしっかりするっていう面ではさ、まずは国内リーグを大事にしながらやっていくっていうのが一番原点だと思うけどね。対俺象のは。クラブ以外のファンからも反対があったのがちょっとすごく僕は印象的でしたね。下部いリーや、グのだっ方のて、ファそンこ。も一斉に反対したのがすごいなと思いましたね。まあ、わかるよ。なんかそれだけワールドカップを毎週やってるようなね、感じになるのかもわかんないけど、ね、やっぱりこう、ビッグクラブだけじゃなくて、いろんなクラブがみんなで損していかなきゃいけないところはあるから、サッカー界全体でね、自分とこだけっていうだけではやっぱり難しいと思うよ、今、特にこういう状況の中ではさ。はい。ということで、今日は以上となります。はい。皆さんご視聴いただきありがとうございました。
はい、ありがとうごはざいい。まました明た。日もですね、夜8時に JLU TV 通常版公開いたしますので、ぜひご視聴ください。はい、あ、明日そうです。か。はい。はい。はい。では、はい。あとあれだよね。この前、そう。あれもあ、あ楽しれみでにしすてほしいね。な。あ、いや、いいで言っていすよ。け言ねえってくの。ださって、はい。VR のこそうので舞す台ね。裏みたいなの、ちょっとな、やっとって怒られちゃうか。JFA の荻谷さんともうまく交渉というかね、できて、この舞台裏の、臨場感みたいなのをね。近日公開となりますけども、とても、そうだ面な。あれ白い楽しものみになっにてしてるほと思しいいまな。すので。わかり早まくした。出してよ、今ちょっあとれ。編集してますので。今週中ぐらいに、週末のリーグ戦の前には出してほしい頑な。張ります。ゴールデンウィークだと結構時はい。間もあるから見てくれる人が多すいかごもしれく、ないよね。面白い内容になってますので、こちらは。それは自分だけいそうや、思っ原てさるんだけだっだて面ね。白いって言ったじゃないですか。いや、であすよれ面ね。白かったっつうか、そう大で変すだなとね。思ったはけい。どね。公開を楽しみにください。はい。では、以上となります。はい、あさりよがなとうございましら。た。さよなら。